こんにちは、エキサガヤシーの新田です。ちょっと待っちゃって久々に聞いた、久々に聞いたこんにちは、新田です。かっけんです。まやかです。はい、今回は僕のスカッとしたまやかさんに見ていただきたくて、はい、一応僕が休んでる間にレート戦行くことができたんで、うん、まだここには触れない。まあなんか、マヤカさんに多分マイクラブのスカットとか多分全く見せてなかったことないなんで、逆にどう思うのかっていうのと、逆に多分ここにこの選手入れた方がいいんじゃないとかっていうのもあれば、なんか全然そういうアドバイスもらうことがあまりなかったんで、今回はそれを教えていただければなと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。まず監督はツイドラを使っててのサブコンセプトで、あ、そうですそうです。でキーパーは大好きノイアえ、でもさ最近思ったんだけど、蹴ってこられないでしょ、ノイア使って。蹴ってこられないです。来られないでしょ。蹴ってこられないですけど、前川さんがツイッターで上げてるくらいからたまに蹴られるようになった。これね、そうなんかね、自分でノイアB のシュートがノイア使って思ったんだけど、あれ、はい、蹴ってこないわ。蹴ってこないですよ、ね、蹴ってこないなと思って、あれノイアいけるよねと、あれ思った。まあそんなに、はい、そうですね。だからまあとりあえず C 以上だったらもうなんかノイアでいいかな、使ってるって感じで。フリット持ってんじゃん。フリット持ってるんですよね。フリット持ってるじゃん。ボール取らないですよね。なんか俺今まで守備的サイドバックを一回も使ったことなくて。ああそうだね、確かに今までどんどん上げてたもんね。はい、でなんか守備的サイドバック使ってなかったんですけど、こっちはサイドハーフがいたんで。そうだね、そこ回ってきてくれるよね。あ、そうですそうです。だからまあそこまで、まあ、攻撃的サイドバック入れなくても、まあある程度一人で完結できちゃう時もあるんで、まあ、モテるしね、一人ずつで。あ、そうです、だいぶ。はい、でもあと3人も前いたら結構縦にすぐ当てれちゃうっていうのもあったんで、まずやってるっていうのと、あ、そうですね、ここがちょっとプジョルを真ん中にしてるのを結構みんなに言われるんですよね。それどうなのって。え、でもいけてるでしょ。俺はなんか、はい、俺もね、ここはねプジョルで大丈夫だと思ってる。あ、そうなんです。なんかこっちはプジョルきついなと思うんだけど、はい、こっちさ、はい、メッシじゃん。あー、はい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 、そうだね、対面メッシじゃん。だから確かに左4枚センターバックか、センターバックの左は最悪プジョルでも全然いけるって俺は思ってる、うん、あー、まあ確かになんかそんな、でも僕も身長で困ったっていうシーンがほとんどないよね。多分そっちにフリットとかロナウドとかいて、キックのターゲットにされ続けたりしたら、あ、まあ確かに確かに、あれかもしれないけど、大体メッシいるからさ。そうっすね、大体メッシにいて、大体地上戦になってるから、それだとあんまり問題ないよね。そうっすね、なんかそんな狙われるっていう感じ。そう、だから俺もなんかルーベン・ディアスとかさ、はい、ちょっとサイズちっちゃいやついるじゃん、はい、90超えてないセンター、はい、そういう選手を置くときは大体その左側に置く。あ、そうなんですね。大体対面がメッシだから。あ、はいはいはい。で、まああとはサイドハーフがガウーショ。ガウーショナンバーテン発動しない、ガウーショいいガウーショか、まあ、ピレスを本当は入れてもいいかなぐらいだったんですけど。ピレスどうだった、使ったんで。俺使ったことないんだよね、ピレス。あ、そうなの。サイドハーフが、そうですよね、サイドハーフ当時限定的としてさ、シードラー使うか3バックの人とかじゃないと多分。あ、まあそうですね、スカッツに入ってこないと思うんだよ。どう使ってたピレス。まあフィジカルがやっぱちょっときつい、気になっちゃうっていうのはちょっとありましたけど、でもやっぱピレス使える機会っていうのが多分ないよ、ね、この作品だとないよね。まだ B 固定だしね。まあそうですね、だからまあここピレスか、あと1週間だけアザール使ってましたね、 A の時。ああ、 FP アザール。あ、そうですそうです。これって FP のアザール。あ、そうそうそう。どうだった FP アザール。 FP アザール結構良かった気がしましたね。まあ A だったっていうのもやっぱあるしょっちゅう好調か絶好調だもんね。そうですね、だからまあでもガムショが結構、いや強いと思う。ガムショ威力とかも、うん、あ、そんなに当たり負けする機会もなかったんで、まあ、良かったかなっていうところ。あとジューフレを最近は使ってるって感じですかね。ジューフレ結構強いと思う。ジューフレ、はい、強いよね。あれ強い、強いと思う。俺も強いと思う。なんか一回対戦した時に相手で強いなって思う。なんか後半置いてかれることとかない？そうでもない？見たんだよ。いや、あると思いますよ。ちょいスタミナ、はい、ちょっとスタミナ低めじゃん。はい、あそこだけが結構気になるんだけど、ジューレは悪くないね、取り方。悪くないと思います。めっちゃ取れるよ、ね、全然取れますよね。あと、カマビンガがちょっとどうしようかなって感じでした。そこは新たもアンカー置きたい？できれば、まあ。できれば置きたいですね。いないの10秒で10秒。10秒で10秒いないですよね。その時、有料やってなかったんで。なるほど、なるほど、なるほど。
そう、あれアンカーだったら 10m シーバーでいいなと思ったら、ちょそこがいないんだ、イエラとかだから。あ、そうです、そうです。だから今はこの最近温まるキニオスがこの、まあ、じゃあどっちかって調子いい方ですね。まあでもアンカーじゃない、1回 WS の FP 来た時使ったんですけど、いけるよね。まあまあまあ、でも、まあ、ぼちぼちって感じだよ。たまに上がってくるのが気になるぐらいでしたけど。これもパワールとワンビサカは C でも使う感じ。あ、 C でも使ってますね。この守備的サイドバックの方にこだわるって感じ、はい。あ、まあでも、まあ、コンディションが不調だったら、まあ、マルキーニョスを入れちゃうかなって感じでした。右に、まあ、左はもう我慢しようっていう感じですなんかこれやってからすごい気になりだしたのは、ワンタッチパスすごい気になするようになりました。だから今まで俺ワンタッチパス持ってる持ってない全く気にしてなくて、なんかサイドからポンって中に当てるパスがめっちゃずれるよね。あ、そうです、そうです、わかります。ちょっと距離があるからやっぱ、ね、あ、まあ、そうですね、そうだよね。確かに距離感がちょっと多いんで、そこでやっぱずれちゃうのが、今まではなんか、今までそんなダイレクトでもう、そうだよね、やるスタイル的にちょっと違ったから。あ、そうです。だからあんまり気にしてなかったんですけど、あ、こんなずれないんだって思っちゃいました、ね、ハーランというんだよね。ハーランドもだからワンパーつけ、ワンパハーランド、ハーランドなんでいんのかなと思ったら、ワンパハーランド、しかもそうだね、金玉ハーランドだからスキル空いてるハーランドなんで、ね、黒だと今ね、アップデート黒になっちゃって、あ、スキル空いてないんだよ。あ、そうなんですね。だからこのハーランドでいいと思う。あ、そうなんですね。今好きなコマンド、あ、そうです。コマンは特にワンパン持ってないですけど、まあ好きだから、まあスパサブだしね。あ、そうですね、まあ、サイドハーフやっぱ途中から出す分にはいいのかなってぐらいですかね。コンセプトはそうですね、幅入れてたもんね、さっきもね。はい、そうですね、幅入れられるよね、守備的サイドバックで全然出さないとなったら。あ、そうです、まあそうですね。でもアルタ普通にさ、サイドバック使ってる時も幅とか入れられてたじゃん、もう上げ、どんどん上げてたから。あ、はいはいはい、はい、それでもやっぱ守備的の方がいいって感じる前クラブはやってて、いや、まあまあでもなんかたまにやっぱでも欲しいな、今までずっとそこにサイドバックやってたんでなんかキープしてる時にあれいないっていうのはやっぱあります、ね、だからチームメイトムービングすごい使うようになりましたね。あー、使ってたわさっきも。なんかやっぱチームメイトムービング今まで全く使ってなかったんですけど、やっぱ走ってくれるんで守備的サイドバック、なんかサイドバック出すために使う感じ。あ、そうですね、基本的には。で、まあ、プレハバーとカウントターゲット前で、まあ、フリットはカウントターゲットはつけてなくて、ルンメニゲとメッシ。そうです、なんかカウンターターゲットつけると守備サボっちゃう感じ、サボるね、ちょっと怖いかったんですけど、フリットなんかやっぱ守備させたいよね。そうですよね、だからなんかそこでフリットはつけてないって感じですかね。っていうのはね、悩んでる人は。そう俺あんま上手に使えなかったんです。あ、無理なんですか。なんかね、ここの距離がやっぱ遠くて、 あ、まあ遠いっすよね。そう、遠くて俺そんなそっから単独でドリブル突破とかしていくタイプじゃないから、あ、まあ確かに結構困っちゃうんだよね、 そこにある。あ、はいはいはい、サイドで浮いててくれるのはいいんだけど、その浮いてる選手をね、あんま上手に使えなくて、あ、ただキュッてなってくれてるフォームの方が自分は好きだと使ってる感じ。まあ確かに、新たは多分そこでキープもできるし、あ、まあ、攻撃力が確かサイド、サイドですよね。だからまあ確かにサイドでちょっと持つのが苦手な人は難しい、ね、そうだよね。バルサの選手がね、ガウーショとプジョルと、はい、クライフもいたもんでしょ。まあ、そうです、でメッシもいるから、まあ、一番バフがかかる。あとはいる、バルサの選手って控えとかに。バルサもういないですね。詰め込めるだけ詰め込んでる感じ、はい、あと誰か、イニエスタ、デコ、ああ、じゃあ、クライフ、まあまあ、まあまあまあ、全然問題ない全然問題ないね、これでね、っていう感じですかね、スカットは。成績の方を。あ、そうです。じゃあ待って、当てよ、あの何割ぐらいだった。え、あ、かけ知ってんのか。なんか軽くこんくらいっていうのは若干聞いて。でも最初苦労してたんでしょ。最初だいぶだいぶ苦労したんでしょ。線いく感じはなかった、ね、なかった。 64% だ。ちょっと答え、64から67だ。いやでも新たか、何ぐらい勝ってんだ。70% ちょっと見てみて。 70%ちょっと間か、最初沼ってたっていうからさ64。いやでも新たな実力考えたらもうちょい勝つよなって思ったら、64と70の間っすね。70は行き過ぎた。沼ってた時期があれだわ、だいぶ沼ってなかったら70行ってたわこれ。まあやっぱツイードラだとやっぱ失点が結構多かった気はします。それ思った、平均失点これで、まあでも得点も増えたよね多分だいぶ。あ、まあそうですね、はい。ツイードラの前はどの監督、
結構こういう感じ。ガジャルド4-1-3-2のガジャルド、スドムのスドムのやつ。まあでもそれでなんかあんまりハマんなくて、でついドラで一気にハマったって感じだったんで、なんかでやっぱ線行く人の特徴としてやっぱね3点、まあ2、3か3点でやっぱ乗ってるよね、平均得点。ああ、学研乗ってないでしょ。いや今 3.2 ぐらいですけど、失点も 2.35 とかなんで、あそこのここの差がねやっぱ1以上は欲しい。平均失点と平均得点の差が、だ1000になってる人、多分平均得点3ない人っていないんじゃないかな、ほとんどいるのかな。さすがにだから、ね、3ぐらいはね取れてるイメージあるんだよね、チャンピオン隊になりましたって報告してる人を見ると。あ、まあそうなりますよね、うん、まあでもそれでいってなかったら相当守備硬い。そう、相当で、これ新た何試合ぐらいで行ってるの？これも1000いってから結構やってるでしょ、試合。いや、そうでもない。200いかないで、1000だった気がしますね、確か。で、まあ、そこからはそんなに、なんかチャンピオン隊行ったらどうすればいいのかな。なんか何やろうかなってなるよ。Sリーグ、まあ、あーそうだね、あれ楽しいね。はい。スケレート。そこからね、新たも、はい、ビキタカマイクラブの方に出てもらうからね。あ、そうですね。あ、チートはいるもんね、ちゃんとね。ツイダーいます。あ、そう、いるの確認した。よかった、ちゃんと新たなツイダーを生で見れるから、ね、毎日ちゃんと確認した。ありがとう、ありがとう。自分のはゲットしてないですけど。はい、というわけで今回は新たの、レート戦成績の、まあ、戦績とスカッと紹介をやっていきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメント等ありましたらぜひよろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。